にゃーせよー、ナイニンミダー。今日はですね、韓国のモデルさんとかインフルエンサーの方もよく愛用していておすすめしている普段使いにぴったりな、すごくナチュラルな韓国のカラコンをご紹介したいと思います。くじゅうにナイン。まず一つ目はこちらです。つけた感じはこのような感じになります。こちらは裸眼風カラコンと言われていて、本当に裸眼にすごく近くてナチュラルなお目元を演出してくれるので、自然とね、ふんわりと溶け込んでくれて、なんか不思議とお肌もこうトーンアップしてくれるようなカラコンになるんですね。こういう透明感のあるカラコンって不思議とね、お肌のトーンが上がるんですよ。だからお肌をちょっとこうトーンアップさせたい方とかにはすごくおすすめで、なんかいかにもカラコンっていう感じじゃなくて、本当になんか自然の自分の目元に近いような感じのカラコンになるんですね。だから職場だったり学校とかでもつけやすいし、普段かなり使いやすいカラコンになります。色もすごく浮いてくる感じもないし、めっちゃくちゃ可愛くないですか、このカラコン。次はこちらをつけていきたいと思います。こちらは先ほどの色違いなんですけど、グレーのお色味になります。これもすごく自然でしょ。ブラウンも可愛いけど、グレーもすごく可愛いですよね。こうやってみると、私みたいに黒髪の人とか、あとは黒いお洋服を着る時とかにも全然浮かずに、なんかちょっとクールなイメージで着用できるかなって思います。先ほどのと同じく全然こう浮いてくる感じとかもなくって、すごくナチュラルで可愛いでしょ。これもグレーだから真っ黒な感じではなくって、ちょっとこうお肌に透明感が出てくれるようなカラコンになります。可愛らしい感じを演出したい方にはブラウン、クールな感じを演出したい方にはグレーがおすすめです。次はこちらを着用していきたいと思います。つけてみた感じはこのような感じです。これはね、目元がすごくね、チュルンとして可愛い感じのお目元に見えるんですよ。瞳自体にツヤを出してくれる水光カラコンって言われていて、なんか目だけじゃなくてお肌もよりこうツヤっぽく見えません？すごく自然なんだけど、チュルンとしていて可愛らしい感じのお目元を演出することができます。目元にこう光を出したい方とか、こうちょっとツヤっぽくしたい方にすごく向いているカラコンです。若干ね、オレンジの色が入ってるんだけど、あまりわからないでしょ。それがまたね、可愛らしさを強調してくれるんですよね。次はこちらを着用していきたいと思います。つけた感じはこのような感じです。こちらは色素薄い系のカラコンになっていまして、色素薄い系なんだけど浮いてくる感じはなくて、ふんわりと馴染んでくれるんですね。ただ目の周りはしっかりとこう強調してくれて、これも色素薄い系だから、なんだかお肌がトーンアップしてくれる感じがありますよね。やっぱり夏とかになると結構暑くなってくるから、こういう感じのちょっとブラウン系があまり重たくならなくて、すごく使いやすくておすすめです。でこれもね、なんかチルンとして可愛い目元にしてくれて、なおかつお肌にね、透明感を出してくれるので、これもみんながおすすめしてる理由がわかるぐらい、すごくナチュラルで可愛いカラコンですよね。はい、ということで今回は私おすすめの普段使いしやすく、すごく可愛くてナチュラルな韓国カラコン4種類をご紹介させていただきました。実はですよ、こちらUV ブロック効果まであるんです。紫外線で目元もダメージを受けるって知ってましたか？カラコンで可愛い目元を演出できながら紫外線もブロックできるってすごくいいですよね。ということで、ぜひこの夏におすすめなカラコンなので、皆さん概要欄にすべて購入先リンクを貼っておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。今年中にチャンネル登録者1万人を目標としています。ぜひまだな方はチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。그럼우린다음에만나요。안녕。